ジョージ・キャドバリー、C1917 ボーンビルのキリストとも、海外道にある、ジョージ・キャドバリーの共造。ジョージ・キャドバリーは、イギリスの実業家。クエーカーで、キャドバリーのココアとチョコレートの事業を創業した、ジョン・キャドバリーの三男であり、その事業を、継承発展させた。ジョージ・キャドバリーは、成人のための日曜学校に、無給で働いていたが、 16歳になるまで自らが学校に通うことはなかった。兄リチャードと共に1861年に父から家業を受け継いだ。1878年、兄弟はバーミンガムから4マイル南方の郊外に14エーカーの空き地を取得し、翌1879年にそこに新たな工場を開設した。ジョージ・キャドバリーは、 ジョサンアメイソンが建てたジョージア様式の邸宅、ウッドブルックを借りて住み、1881年には、そのまま買い取ってしまった。20世紀初め、キャドバリーは、ジョン・ウィルヘルム・ラウントリーと共に、クエーカーのための宗教教育施設、ウッドブルック・クエーカー・スタディ・センターをこの建物に、開設し、このセンターは、ヨーロッパで、唯一のクエーカー教育の拠点として、クエーカーの信徒、 必死にとを問わず、クエーカーに関する霊的、社会的な所持についての短期研修コースを提供している。自分たちの従業員の生活の質に強い関心を持っていた、キャドバリ、兄弟は、すすで汚れた都市での生活に変わる環境を従業員たちに提供した。当初取得した土地に加え、 より広く土地が確保されると、兄弟は工場をこの新たな田園的立地場所に移し、建築家、ウィリアム・アレクサンダー・ハーベイの設計により、従業員に限らず住居を提供する、工場長を周辺に建設することを決めた。この集落は、近くを流れる川の名と、フランス語で、町を意味する言葉から、ボーンビルと名付けられた。ここで提供される住宅は、私有されておらず、 その賃借料は低く抑えられている。ボーンビルは都市的環境の貧しい生活条件からの変化をもたらすものであった。ここに住む家族は前提と裏には新鮮な空気に恵まれた住宅に入居することができた。今日に至るまでこの町では手の届く範囲の住宅が提供されている。キャドバリー兄弟は従業員を大切にしていた。 彼らは労働者の社会的権利を尊重し、工場には食堂やスポーツ施設を併設した。リチャードが死去した19年後、ジョージ・キャドバリーは、工場の改善に向けた提案を議論する、工場委員会を設置して、従業員から男女の委員を集めた。キャドバリーはまた、他にも、企業年金制度を設けたり、貯金口座や教育施設を、 すべての従業員に提供するなど、様々なアイデアの実現に邁進した。1901年、アーサーバルフォア政権の帝国主義的政策を、心よく思わず、同和戦争に反対していたキャドバリーは、デイリーニュースを買い取り、同志を、高齢年金生活者のために論人を張り、戦争と作取工場労働に反対するために、利用した。ジョージ・キャドバリーは、 1918年のバーミンガム都市協会の設立にいち早く動いた一人であった。キャドバリーはバーミンガム市民のためにリッキーヒルズカントリーパークを寄贈した。キャドバリーはまたノースフィールドにあった大きな家をバーミンガム障害者連盟に寄贈したが、この建物は1909年以降病院として利用された。 これは現在の王立整形外科病院である。ジョージ・キャドバリーは自宅としていたノースフィールドマナーハウスで1922年10月24日に亡くなった。83歳であった。ジョージ・キャドバリーは2度結婚した。一度目は1872年にメアリ・タイラーと結婚したが妻に先立たれてしまう。メアリはエドワード・ジョージ・ジュニア。 ヘンリー・タイラー、メアリー・ザベル、エレノアの5人を生んだ。1888年に、ジョージ・キャドバリーは、エリザベス・メアリー・テイラーと再婚した。エリザベスとの間には、ローレンス・ジョン、ジョージ・ノーマン、エルジード・ドロシア、エグバート、マリオン・ジャネット、アーシュラと、6人の子供たちが生まれた。エジバストン、ジョージ・ロードの旧宅に掲げられた、ブルー・プラーク。ありがとうございます。